この番組では今回だけ藤原千佳役小原好美さんに NG ワードを仕掛けます。今回の NG ワードは可愛いです。 NG ワードを言った瞬間、私がどんだよーと宣言。小原さんが NG ワードを言うか言わないかも楽しみながらお聞きください。どうぞ。おなじみの NG ワードゲームですが、今回は逆転しまして、私がココちゃんに仕掛けていこうと思います。はい、はい、何が NG ワードなのか予想しながらトークしましょう。はい、何だと思いますか？あ、なんか腹立つな。わかんないよ。わかんないですか？本当にですか？ヒントは？ヒントですか？うん、ヒントダメだそうです。これだって言いそうなものじゃないっていうのはなんとなく。ああ、なるほど。あんま聞くのやめよう。逆にあおちゃんが言っちゃいそうだ、怖いわ。言うかもしれませんね。わかりました、ちょっと構えておきますね。はい、もうちょっといいですね、この、ね、めーめー、こっちキラキラしてこっちが。でもどうかな、うまく言わせられるかな。それでは行きましょう。平成最後の隠れイディオ、パワードバイシノミヤグループ。ペンネーム青マフラーさんからいただきました。我が名字、君の名合わせ悶絶す。これは自分の名字に好きな子の名前を合わせるわけですよ。なるほど。あー、でもそうですね。でもこれね、ごめん、うん、ちょっとね、私はわかる。もう経験が合わせたことがある。いや、なんかさ、うんうん、なんかない、そういう好きな人とかでさ、うんうん、なんか私そこまでないけど、行き過ぎた妄想とかしないけど、うんうん、ちょっとなんかこういうシチュエーションだったらきっと楽しいだろうなとかってこう。そうですね、なる。ありますね。こと、うんうん、名字はごめんないんだけど、でもなんかそうしたくなる気持ちはわかる。うんうん。あと、なんだろう。好きな人から自分の名前を書かれるのってなんかちょっと嬉しくなりません？ああ、そうだね。はい。学校の時、はい、学生の時にさ、はい、なんか同じ班とかになってさ、さりげなくスススって同じメンバーとして書くんだよ。はい。その人の字で私の名前が書かれた時。そうとか、日直のここの横に並んでる時とか、あの傘みたいなマークで、はいはい、あ、傘じゃない、何、あ、ごめん、ちょっと時代を感じちゃった。でもそうですね、日直、うん、そう2つ並んでね、いいですよね。いいですね。一人だけ悶絶して周りから変なやつと思われるやついいと思います。いいですね。よし、じゃあペンネームドジッコマリオネットさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。第1話見ました。ありがとう。かぐや様、かっこ氷の部分が特に良かったです。普通の声とクールな声のギャップにときめきました。うん、ラジオでもちょくちょく入れてほしいです。第2話を楽しみにしています、という。なるほど。どうですか、ラジオでもちょくちょく入れてほしい、うん、そうか。じゃあ頑張ります。ドジッコマリオネットさん、この感じで動揺してるから多分難しいと思いますね。そうね。そして皆さんね、ニコ生だったりこのラジオを見て、うん、はい、小川葵がどんな子かもうお分かりいただけていると思うんですけれども、はい、出演者の私たちもアフレコ現場でいつもそのギャップを感じているので、うん、さらにね、ズキュンとやられたんじゃないかなと。いや、嬉しいですね。思いますよ。褒めていただけるのは。ここからどんどんね、かぐや様ヒートアップしていくからね。そうですね。楽しみにしていただけたらと。楽しみにしていてください。で、第1話を見た方は、藤原はただの可愛い子と思った方もいるかと思いますが、ここからどんどんおかしな方向になっていくので、うん、楽しみにしていてください。なんだよ言ったんだ。何何だったの。あ、最後に言うのか。みんな言っちゃったけどね、どこで言ったか分かんなくてね、動揺しているんだよ。藤原かな、なんだろう、嬉しい、なんだろう。いやー思ってた通りでしたね。でもあれだな、あおちゃんのドンだよって聞けるのなかなかないから、私ちょっと喜んでるんだ。悔しさより喜んでいるんだよね。悔しがってください。みんなやったね、聞けたよ。ある意味私の
いよいよまあ次は、うん、今回の NG ワードをね発表したいなって思うんですけど、嬉しそうな歌なんだと思います。でもさっき聞いたけど藤原じゃないんだよね。そうなんですよね。何の時に言ったっけな。藤原じゃない。でも藤原っていいですよね。あの雰囲気とかさ、ふわふわしてる感じとかさ、可愛いとかじゃなくて、みんなダメだよ。ちょっといいか、可愛いだったの。はい、ということでですね、今回の NG ワードゲーム、 NG ワードは可愛いでした。ちょっと待って、あのさ、第1回のまんまじゃん。第1回の青ちゃんがさ、私になっただけじゃん。しかもこれさ、言わせようとしてないよね。はい、私自らぶっこんで、自ら言ってったよね。あのこのワードは、作家さんともね、話してたんですけど、多分自ら言ってくれるだろうっていうことを。ちくしょう、まんまと引っかかったよ。多分何も誘導しなくても勝手に言ってくれるっていうのを予想して、このワードを設定させていただきました。見事に自らパーって言ってくれて、もう楽。そうだよね、そうや、楽だよね。私だってこの何回かさ、どうしようかって言わせようとしてさ、まあ成功した回と空回りしてぶっ壊れた回といろいろあったけれどさ、そう、何もしてない。はぁ、ムカつく。いつ言うかなってずっと思ってたら、もうペッて言ってくれた。ありがとうございます。くそ。いや、いいですね。何がいいのかな。楽しいですね、この出す側ってやっぱり。そうでしょ。はい、どうですか、ドキドキしました。なんかごめんね、全然ね、ドキドキしなかったの。そうなんですか。言われた最初はなんだか分かんなくてパニックったよりも、うんうんうん、あおちゃんバージョンのドンだよが聞けたことに嬉しくなっちゃって。それはちょっと違うな。趣旨が違う。まあね、ということでね、はい、お届けしたのは篠宮かぐや役小川葵と、みんな悔しいよ、藤原千佳役の小原好美でした。はい、また